マークスプリングスは神奈川県横浜市製薬5管目町にある住宅地である。二千三年完成。高くそびえる建物に取り囲まれたヨーロッパの城壁を思わせる街並みを特徴としたマンションと小立て住宅からなる住宅地である。九百九十九年十月一日まで同地にはアルク製造の住友金属鉱山しっレックス横浜工場があったが閉鎖した後地に オリックスが中心になって計画立地、分譲された。マークスプリングス10階建ての3つのマンション棟と小建て住宅で構成され、屋根瓦は茶系、建物の色は暖色系のクリーム色で統一されている。また、敷地内に温泉が敷かれており、居住者は有料で利用できる。病院や公園などの公共施設や景観に配慮した街並み。 コンビニエンスストアなども含めて独立した外区として計画された。また、特徴的な街並みから、テレビドラマ、アットホーム、ダットや、鬼嫁日記、特撮、魔法戦隊マジレンジャーの撮影にも使用された。マークスプリングスト市営場セア団地が完成したことによって、上セア小学校に通学する児童が、セア区の人口とともに増加し、 同校は増築工事をする必要に迫られた。また、セタニ中学校では徒歩による通学経路が上であるという問題が指摘され、遠距離通学者の自転車利用が許可された。近隣商業地としては、グランベリーパーク、鶴間の大和オークシティ、月宮、瀬谷、中央林間、二股川等が挙げられる。また、区内にネットスーパーが2店舗ある。鉄道、 マークスプリングスバス停路線バス自動車。ありがとうございます。